ようこそアベノミクス日本の挑戦の講演会にお越しをいただきました、私は日本経済再生担当大臣の甘利明です。分かりやすく言いますとアベノミクス担当大臣であります。同時に私は日本イタリア友好議員連盟の会長をいたしております。ですからイタリアの経済界では安倍総理の次に知名度が高い政治家だと思っています。今日は、簡単にアベノミクスとは何ぞやとご説明をいたします。アベノミクスは日本経済15年続いたデフレから脱却するための最終兵器であります。アベノミクスは3つの政策から構成をされています。1つ目は大胆な金融政策、2つ目は、機動的な財政政策、そして3つ目は民間資金を呼び込む民間の活力を喚起する成長戦略であります。そしてその成長戦略はさらに3つの戦略から構成をされています。日本国内の企業を再生をさせて日本という国を企業の立地競争力を存分に引き上げていくということが一つです。それから二つ目は新しい成長のフロンティア、新しい成長分野を作っていくということであります。そして三つ目が国際的に展開をしていく、日本企業が展開をし、そして外国から日本に企業がやってくる、そういう外へ出ていく、外から入っていく、その環境を徹底的に整備をするという3つ目であります。大胆な金融政策、政府と日銀が連携をしまして、そして物価安定目標を掲げて徹底的な金融緩和を今いたしております。で、一方で政府はしっかりと需要を作っていって需給ギャップをなくしていきます。日銀の金融政策によって物価の安定的な目標を掲げて、そして政府はですね第2弾として2つ目の矢として機動的な財政政策を取っています。機動的財政政策というのは短期的には需要効果を生み出すような財政出動をする、補正予算を10兆円規模で組んで6月いっぱいには全て民間との契約を終わってその10兆円のお金が市中に流れて出ていくということになるはずであります。そして中長期的には財政再建に向けてですね、次は今年度予算からですね歳出のメリハリをつける、つまり経済成長を担う部分にはしっかり予算をつけて、そして歴史的使命を果たしつつあるところには予算を絞っていくという、こういうメリハリをつけていく政策であります。そして3点目、これが一番大事です。民間の投資を喚起していくような成長戦略を作っていくことです。日本の企業は実は現金や預金で200兆円ぐらいの内部留保を抱えています。なぜ抱えているか、今までバブルが崩壊して1992年くらいですかね、その後過大な設備や人員やそして負債を企業を抱えました。これを返済していく作業をやっていくのに手一杯になりました。そして返済していった後ですね、設備投資をする際に、企業側にしてみればどこに投資をしていいかわからなかった、自信がなかったんですね。で、日本自身も投資環境があんまり良くなかった。そこで内部留保はしっかりと抱えていましたけれども投資する先がない、この200兆円をですねしっかり投資するその先を見つけていこうということであります。成長戦略のまず第1はですね、日本の企業の競争力を強化していこうということであります。例えばですね、日本は科学技術立国です。でもその科学技術の世界をあっと言わせるようなそのものがですねなかなか日本から発信をされていきません。
でそこで政府は、政府の元にある科学技術の司令塔機能の再構築をいたします。今までも研究者とそれから民間の技術者が一緒に、日本の科学技術を方向性を決める部署がありました。総合科学技術会議です。でもここには権限も予算もありませんから実質的な司令塔にはなってないんですね。ここを法律を改正をしてですね、権限と予算を与えて科学技術の方向性をしっかりとつけていきます。で、その方向性がしっかりできれば民間企業が投資をするわけですね。でその民間企業の人材もですねまだ弱いですね。国際人材が育っていない。そこで我々はですね、企業に国際人材を供給するための教育の制度も変えていきます。大学も変えます。国際的な教授陣を呼び込めるような体制にしていきます。大学の自治も変えていきます。国際的に通用するような人員がどん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 入っていくような育つような大学にしていきます。この2020年までにですね、世界の大学ランキング100校の中にですね今2校しか入ってませんけども10校入れるくらいの改革をします。英語教育も小学校3年生から始めていきます。そして人材をそうやって強化をしていくわけであります。さらにですね IT 日本はブロードバンドは世界一早く、敷設をいたしました。その利活用ができてませんね。宝の持ち腐れであります。その利活用が圧倒的に進むように改革をしていきます。この国会で、国民一人一人個人番号を付すという法案が通りました。この電子化社会デジタル社会の中でですねアナログのシステムがはびこっていたんでは利活用は進みません。しっかりとIT 社会の利活用が進んでいくような体制整備を今しているところであります。それからですねエネルギーの制約、原発が事故を起こしました。そしてほぼ全ての原発が止まっています。これではエネルギーがですね安定的に廉価に供給ができません。このエネルギー改革も行います。安く安定したエネルギーが供給できるように。そして原発はですね世界最高水準の安全基準でチェックをします。世界最高水準の安全基準でチェックしたもののみ再稼働をさせていきます。そしてエネルギーを安定供給をしていくわけであります。日本は、これから成長戦略を今作っているわけでありますけれどもそこには一つのキーワードがあります。日本は課題先進国、つまりこれから世界中が抱えていくであろうですね課題をいっぱい持ってしまっているんです。これは正面から見るとですね不利な条件です。でも見方を変えますとですねこの課題というのはイタリアでもやがて抱える課題です。アメリカでも EU 全体でも抱える課題、中国でも抱える課題になるはずです。一番最初に日本が抱えている、これを解決する、手立て手法を編み出したらそれは日本の強みになるわけであります。例えば、少子高齢化です。このままいくと、あと何十年かの後には日本は人口の4割が65歳以上の高齢者になります。そうするとですねこのままいってしまったら、医療費が増える、介護費が増える、年金が増える、労働力は減る、悲惨な結果になります。しかし、科学技術の力で、あるいは、社会保障の改善でですね、生涯現役でいられるような社会、この寝たきりで長寿する社会からですね健康で長寿する社会に変えていく、そのためのソリューションを開発できればこれは立派な輸出の武器になると思います。iPS 細胞、これでですね、健康な細胞を開発をして、そして病気の細胞と病気の器官と取り替えるようなことだっていずれできるはずであります。あるいは、日本のからの新しい薬とか新しい医療機器は規制があるために
技術はありながら製品化できません。規制を改革をしてですね、法律を変えて技術があるものは素早く世界にレビューできるように、日本から新しい医薬品や新しい医療機器や新しい介護機器がどんどん出ていくような環境整備をしてまいります。規制緩和をし、そして基本的な研究開発には国費をしっかり投じます。要するに何をするかといえば、日本が抱えている課題を解決する未来像を描いて、そこまでのロードマップをしっかり作っていって、政府がコミットをすることです。政府にできることは規制緩和です。政府にできることは上流の基礎研究です。そしてそういう道筋が立ったら、民間は下流に投資をしていって、技術を製品にしていく、技術をサービスにしていく、そういう一連の道筋を作っていく、これがアベノミクスの成長戦略のプランであります。これからですね、向こう3年間あるいは向こう5年間をですね、集中的に投資をしていく期間にしてまいります。企業のですね、今民間投資というのは年間62、3兆円であります。これを70兆円まで引き上げていきます。その企業が投資をしていく環境整備もこれからさらに、改革をしていきます。企業がこれならば投資をしようという環境を作って、そしてどこに投資をすれば、これは今の日本が抱えている課題が解決していくかの道筋を示して、それに向かって全員の力が集中できるようにしていきたいというふうに思っております。世界に打って出るような環境整備もいたします。日本のコンテンツ、漫画やですね、アニメーション、あるいは映画、まあ、いろんなものがあります。それと観光政策を結びつけていこうと思います。富士山が世界遺産になりました。富士山以外に日本の各地には世界に誇る歴史的遺産、あるいは文化的遺産がたくさんあります。それと観光を結びつけていく戦略も展開をしていきます。外から日本にどんどんと人が入ってくる、観光客だけではなくてですね、研究者も日本を目指したい、そして日本で成果を上げたい、そういう国にしていきたいと思います。世界の優秀な企業が日本に研究開発の拠点を構えたい、そういう環境整備もしっかりしていきます。金融政策と財政の機動的な行使の仕方、それから成長戦略、これをしっかり組み合わせてですね、日本を再度世界のひのき舞台に立たせたいと思っております。我々が目指しているのはメイドインジャパンの誇りを取り戻すことです。政府一丸となって、官民一丸となってこれに取り組んでまいります。ご清聴ありがとうございました。